ラーフ像、大英博物館像、ラゴー星、仏像随より。ラーフは、インド神話に登場する、4本の腕と1本の尾を持つ、アスラである。その名は、捉えるものを意味する。ラーフはまた、インドの天文学におけるナバグラハという9つの、惑星の一つラゴー。神話によると、地地各藩の後、神々とアスラは、不死の霊薬アムリタを巡って争い。 アムリタは神々の手に渡った。神々は集まってアムリタを飲んだが、その中にラーフというアスラが神に化けてアムリタを口にした。それを太陽と月が発見し、ビシュヌ人に知らせた。ビシュヌ人は円盤を投げてラーフの首を切断したが、ラーフの首は不死になってしまった。ラーフの首は天に昇り、告げ口したことを恨んで太陽と月を飲み込んでは、 日食や月食を起こす悪り星になったという。月が毎月一回かけるのも、ラーフの仕業とされることがある。ラーフは、ビプラチッチとシンヒカーのことされる。ラーフの息子たちは、ケイトという32の彗星で、彼らが空に現れるのは強調だとされた。ABCDE 菅沼編 1985P340AB ローズ松村役2004 P452、起きた2013、P560、AB 起きた2013、ピアニッシも560から561。ありがとうございます。